今日はね、面接の不安を日本ナンバーワン面接コーチがぶっ飛ばします。よろしくお願いします。イエーイ。今日ね、紹介したい人がいるんですよ。あの、既卒フリーター第二新卒の就活始めの一歩っていう本を書いた岡本博樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、岡本博樹さんはあの株式会社うずうずっていう、もう本当に最初スタートから、ね、はい、スタートして今は取締役副社長でもう大活躍しています。ちなみにおいくつなんですか？今年で31歳になりました。31歳で、はい、でスタートアップで、はい、会社でやってる。やってます。好きなことを仕事にしてますか？好きなことを仕事にしてます。で、社員も結構いるんでしょう？今社員で、そうですね、30人弱ぐらい。すごいでやってます。わー、素晴らしい。で、本当にね、彼のハートがすごい、もう本当にいい人で、もうよく見るとここにワンちゃんがいるんですよ。もこちゃん、もこちゃん、もこちゃん。でですね、あの、やっぱりさ、はい、面接ってプレッシャー高いよね。そうですね。ね、なんか面接受けるってなったら、もし受かんなかったら俺の人生終わんじゃねえのって思うんだけど、なんか見てる方、はい、で面接が楽になる方法って紹介してくれませんか？わかりました。こう、あの、今までこう6年目なんですけど、4000人以上ぐらいのこう就活生の、サポートをしてきたんですけど、やっぱり一番よく、あの、言われるのが面接が不安だっていうことが本当に多かったりするんですけど、やっぱりすごくそれも、あの、最もだなと思うのが、なんで不安かっていうふうに聞いた時に、こう皆さんが思っているのは、やっぱり面接に落ちると、こう自分自身がこうすごく否定されたような気持ちになったりとか、今までこう生きてきたこと自体がこうダメだったんじゃないかとか、社会に自分は出れないんじゃないかとか、そういうふうにこう思ってしまうっていうことが原因で、その面接っていうものをすごく重く捉えてしまったりするなっていうのがあったりするんですけど、面接って落ちた時に、私がすごく思ってるのは、面接に落ちることって全然悪いことじゃないなっていうふうにすごく思っていて、面接で落ちるのは悪いことではない。はい、全然悪いことじゃなくて、むしろこう自分にとっていいことだなっていうふうに思った方がいいんじゃないかなと強く思ってるんですけど。じゃあ面接を落ちたら、はい、それは逆にポジティブだって思っていいんですか？そこはもう全然ポジティブに思った方がいいと思います。どうやってポジティブに思うんですか？すごい、面接にを例えるとどういう状態かっていうと、こう落ちてる時って、こうバケツの穴に、そこにこう穴が開いてるような状態だなっていうふうに思っていて、でその穴がこう今面接に落ちてる人っていうのは、こういくつも開いてるような状態で、例えばこう自己 PR があまりうまくないっていう穴が開いてたりだとか、こう自分のこう過去について説明するのがうまくないっていうような穴が開いてたりとか、あの、志望動機がうまく言えないっていうような穴が開いてたりとか、そういうような、あの、状態だなっていうふうに思うんですけど、こう面接って落ちたら大事なのって、こうあなた自身、その落ちてしまった人自身が悪いわけではなくて、その穴を埋めればいいだけだなって。面白いね。なんか例えばやっぱり僕がね、面接を、まあ、受けるかはっていうふうに考えると、はい、でもう本当にプレッシャーがいっぱいあるわけじゃん、うんうん、もしこの仕事にたどり着くことができなかったら次の職場ってあるのとか、うんうん、ね、なんで俺は受かんないのって、まじ本当に入る前から受かんないんじゃないかなって思うわけよ、うんうんうん、でもその面接に行くときに勉強みたいな形、はい、ちょっとあの、その神様これが祈る、こう受かるようにっていう感じじゃなくて、 OK、今自分のストーリーを伝えると、でどこに穴があるのかっていうのを見ながら話すぞって、うん、で自分の話すことをポイントをコントロールしながら話していくっていうことなんですか、うん、あ、本当に今クリスさんが言ってくれたのがまさにそうなんですけど、本当にでも面接だけに限らず、うん、こう仕事をしていくっていうこともすごくこう同じことかなっていうのを思っていて、最初からこう仕事を全部うまくこなせる1年目の社会人の人っていないですし、2年目でも3年目でも、もちろん私でもまだまだ失敗しますし、失敗しない人って全然いないのかなと思っていて、でも別に失敗したら何が失敗だったかっていうのを考えて直していくっていうのをこう繰り返して、だんだんこう仕事はできるようになっていくと思うので、面接も全くそれと同じような
ものかなと。かじゃあ面接で合格できるっていうことにフォーカスしないで、面接は今起きてることだ、うんうんうん、で私とはこの仕事に受かっても受からなくても自分が悪いっていうことでは全くない。全くないですね。全くない、はい。おお、それで結構楽になるね。うん、本当そうですね。ね、で、うん、それこそじゃあ短期間で退職し、ま、してしまった方がなんでこう退職したのっていう質問聞かれた時に、結構こうどう答えたらいいかわからないとか答えた時に、面接官からすごくこう詰められたりとか、それって根性ないんじゃないのとか、また次も辞めるんじゃないのとかっていうふうにこう突き詰められてしまうと、辞めたこと自体があの悪いことなんじゃないかとか、自分は辛かったけどそこでずっと続けてなきゃいけなかったんじゃないかとか、そういうふうにこう思ってしまう方とかもいるんですけど、全然そんなことなくて、辞めてしまったことが悪いのではなくて、もう面接っていう場に書類選考が通過してチャンスもらえてる時点で、その経歴に関してはあの OK っていうふうに言われてるのと同じなので、それをこうどうやってどういう思いで辞めたのかっていうことを面接官は知りたい。でもそこに対してうまく伝えることができてないから、面接がこう変な方向に行ってしまって、難しくしてしまってるっていうだけなので、はいはい、はい、やっぱりよく聞く話は、僕面接あの履歴書、はい、見せたくないんですって。こんなに仕事辞めて絶対それで詰められるって思ってるんですって、はい、もうこうそれどういうふうに捉えたらいいのかな。ですね、もちろんそれぞれのこう事情にもよるんですけど、もちろんやっぱり3回辞めてたらなんで辞めたのっていうのは面接官はすごく聞きたくて、どういう視点で聞きたいかっていう、こう面接官の目線に立つとすごく良かったりするんですけど、ここ結構ビッグポイントだと思います。面接官だったら、面接官は何を求めてるの？面接官はその採用するときに、その特に若手を採用するときには、その雇った人が長期的に働いて成長して会社にこう利益をもたらしてくれるかどうかっていうことをすごく大事に見ています。見ているんだ。見てます。なんで雇うからにはしっかり育てたいし、お金もかけて時間もかけて。会社で働くと利益って出さないといけないんですか？利益は出さないといけないです。知ってた？みんな学校で教えてないよね。学校で働くっていうのは利益を出すことなんだよ。学校みたいに宿題とか、ね、いじめされる場所とかじゃないんだよ。会社っていうのは利益を出すんだよね。あんまりこれ意外と若い人、僕もね知らなかったもん。会社で働けばいいんだって思ってて、つまんねえなとか思ってたんだけど会社で利益出すんだね。そうですね。やっぱりこう利益を出すっていうと、こう人を騙したりだとか、こうなんていうんですかね、無理やり売りつけたりだとか、そういうイメージを持ってて、なんかお金を儲けるってことは汚いことって思っている人とかももちろん中にはいるんですけど、私はあの全然違うなと思ってて、やっぱりこうお金をもらう相手に、お客さんに満足してもらわないと、もう一回そこから商品を買おうって思わないですし、それってどん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 買ってくれるお客さんがいるから、その利益をもとにもっといいサービスにするためにお金をかけたりだとか、より多くの人にサービスを提供できるように、あの場所を増やしたりだとか、人を雇えたりだとか、従業員の給料をたくさん払ったりだとか、そういうことができるようになると思っているので、会社の一員になるっていうことは、その利益を出すっていう活動を一緒にやっていくっていう、こう、メンバーになるっていうことなので、すごい大事なことかなと。そこが結構大きい面接のポイントだと僕は直感で今感じたんですよね。ね。ここに行って働くんだっていう考え方から、ここに行ってこの人たちと一緒に頑張って、自分も成長して、人間としてね、人として。でこの人たちと一緒に利益を出していくんだっていう、そのような覚悟っていうか、それを頭の中に入れていくと面接するとき結構変わるよね。そうですね、すごい変わるポイントだと思います、ね、さすが日本ナンバーワン面接コーチ深いね。今のだけですか？いやもっともっと何でも。そうそうそう、はい、でね、面接でもうちょっとそのさ、辞めちゃったっていうところに突っ込んでくれないかな、はい、その例えば会社3回辞めちゃったんですよ、はい、であのなんで辞めたっていうと、人間関係もう無理っすか僕？
ですね、人間関係っていうのが、うん、あの絶対にダメっていうわけではないですし、うん、実際こう人が退職する一番多い理由っていうのは、うん、人間関係が原因だったりするんですよ。あ、そうなんだ。っていう部分があるんですけど、それを面接で、面接では絶対嘘をつかないっていうのは大前提なんですけれども、うん、でもいろんな理由で退職をする人って多いと思うんですけど、うん、人間関係って伝えることは実はすごいリスクのあることだったりするんですよ。あ、そうなんだ。なんで辞めたのって言われたら人間関係っていうのは基本的には言わない方がいい。言わない。それが一番の本当の理由だったら、うん、嘘はつかない方がいいので、あの言うべきではあったりするんですけど、はいはい、なんで言わない、あのリスクが高いのかっていうと、いくつか理由あるんですけど、うん、まず一つ目の理由だと、やっぱり人間関係ってどの環境に行っても発生しうることだったりするんで、うん、一つの組織で人間関係がうまくいかなかった、うん、でそれが本当にめちゃくちゃパワハラをする上司で、うん、こう怒鳴ったりだとか、うん、暴力行為をしたりだとか、うん、そういう風な環境だったっていう場合って、そうだもんね、辞める方が絶対良かったり、辞める方がいいもんね。絶対辞める方が。そうやって自分がね、そういう環境に置いてたら、うん、逆に辞めないといけないんだよ、うん、辞める勇気を持つんだよ。ブラック企業とかにいたら怖いっていうのは分かるけど、うん、で彼みたいな人に話すんだよ。そう、何でも言ってないね。もうそれで辞めたっていうところを面接で言うと、面接官はどう思うかっていうと、うん、うちでもちょっと気の強い上司の人がいて、その人の下に着いたらまた辞めちゃうんじゃないかなっていうのを面接官は想像したりするんですよね。そうだね。で、そうではないっていうことをうまく伝えられるんだったら、あの、うん、人間関係っていうところも伝えていけるかなと思います。じゃ基本的に、まあ、転職3回1年以内でやってたら一番、うん、例えばそのケースで言うと、やっぱり1年間で3社辞めてるっていう、短期間で3社っていう場合って、うん、やっぱり面接官からすると結構この人雇ってもすぐ辞めそうだなっていうふうに思われちゃうんですよね、うんうん、っていう場合とかだと、もう一番シンプルなのは潔く認めちゃうっていうのがいいですね、うん、もう最初から面接官は、うん、まあ、書類通過してるんで、うん、その経歴が理由っていうだけでは雇わないよとは思ってなくて、うん、どうしてなのっていうことを聞こうとしてるんですけど、うん、やっぱり3回辞めちゃったっていう場合だと、もちろん会社が悪い部分ってたくさんあると思うんですけど、うん、その会社を選んでるのはやっぱり自分なので、その自分の選び方、うん、仕事に対するこうどういうキャリアを積んでいこうっていうところだったりとかが、ちょっと今アイデアがあったのね、はい、もしなんで退職したのって聞かれたら、自分が利益を出せる仕事ができなかったんです、仕事にたどり着けなかったんです、もっと会社の利益を出したいんだけどバカ野郎黙れって言われたんですとかそういうのどう？あ、それも、一つの回答としてはありですね、うん、でそれを言う時の、うん、ポイントとしては、うん、出すために自分ができる限りそのポジションでの努力行動してたってことを伝えるのが大事で、うんうん、例えば今のところで言うと、それがしたくて上司にこういうふうなビジネスの動きを作っていったらどうかとか、そういう新しい提案をしたけれども、まず新人はこれだけをやってればいいんだっていう仕事を、うん、任せられて、もちろんそれも下積みで大事だとは思ったけれども、自分の3年上の先輩も全く同じ仕事をしてて、3年間それをずっと続けるんだったら新たな環境に身を置いて、あのその3年間で自分のスキルを伸ばしていった方がいいんじゃないかと考えて、短期間で退職することに不安はあったんですが、退職するっていう決断をしましたみたいな。今のはリハーサルしようね、メモって覚えようね、でピンチになってもそのセリフをパッて30秒高くできるように練習してたら、どんな面接でも受かると思うよ結構本当いろんなパターンがあるんで、そのケースをあの言ってもらえたら、その経歴だったり状況によってどんな伝え方が面接官にこう一番いい刺さり方をするのかっていうアドバイスができると思います。すごいね、感動してます、うん、自分が会社を選ぶっていうのもね、なんかこういう話聞いてるとすごい大切だなって思いました。で、まあ、僕の場合はその自分のビジョンで、ビジョンっていうのは本当に、まあ、あの心の中からやりたいこと、うん、でそれをでうまくいっている人に実際に会いに行って、はい、うんうん、ね、相談乗ってもらって、でいろんなアドバイスもらって、でどういう会社が合うんだろうって言って、どういうスキルが必要なんだろうっていう感じで、うんうん、その自分の才能自分のスキルにフォーカスして、そのスキルを毎日できるところに自分を置くと、うんうん、そうすると普通の場合は辞めないんだよね、うんうんうん、
意味があることですもんね、そこで働くことは。この次が見れるわけよ、はい、だ3年やったら転職できるじゃん。うん、できますね。ね、3年やんなくてもできますね。そうなんだよね。1日本当に7時間8時間をもう本当にあの同じことを10年やってたら、はい、ね、普通の働いてて業界のトップのレベルのスキルを得ることができるんだよね。うんうんうん、まあ本当にクリスさんが言ってくれたように、会社をこう選ぶの、面接ってこう選ばれるために行くっていうふうに思ってる方とかもすごく多かったりするんですけど、もちろん半分は選んでもらうっていうところなんですけれども、もう半分で自分が選ぶっていう目線っていうのはすごく大事で、その対等であるっていう状態で面接に臨む方がやっぱり自分としても変な風に言われたりとかして別に傷つかないというか、だったらそこの会社に自分はコミットしなくていいんだと思えばいいだけなので、うん、でちょっとね、あの最後に多分あの自信をつける方法、面接で自信をつける方法っていうのをちょっとね、うんうん、あのみんなにシェアしたいなって思ってるんですよ、はい、であの自信をつける方法っていうのはいっぱいあるんだけど、一番簡単なのを紹介するね。一番簡単なの、それはね、自分でつけるの。自信っていうのはついてくれって言ってもつかないの。でどうやってつけるかっていうと、よしって言って気合い入れて自信を勝手に自分で作っちゃうので、どんなにどん底でも笑顔で人と話すの。顔に絶対自分の気持ちを出さない、常に笑顔でいる。で、もう一つは、笑顔になれないんだったら笑顔のふりをしてていいの。自信つけれないんだったら自信の持ってるふりだけでいいので、姿勢をマントつけてるように、ね、歩くときとか、ね、こうやってやってると自信がすぐなくなっちゃうんだけど、こうやってやってて自信ついてるふりだけしてたら他の人は自信ついてるって思うんだよ、ね。そうですね。ちょっと熱くなっちゃった。はい。いやで、なんかちょっと YouTube のニュースとかお伝えしてくださいよ、今後の。あ、今後の YouTube でどういうふうなことをやっていきたいかみたいな。すごいエキサイティングなニュースがあるんですよ。はい、うん、今後も今今日初めてでやってみたんですけれども。今までこういろんな方の就職のサポートをしてきて、そのそれぞれのケースに合ったこう面接での回答の仕方とか、面接でこう抑えるべきポイントだったりとか、そういうノウハウっていうのを持っている部分もあるので、そういうところを YouTube とかでどん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 伝えていって、直接私が会えない人でもこう就職活動で困っている人がその問題を解決できるようにできればなというふうに思っているので、そういう動画どんどんアップしていくので、ぜひ見ていただければなと思います。 YouTube チャンネルはうず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 です。うずうず、いやー素晴らしいね。で、東京エリアに住んでいる方たち、ね、関東とか、はい、あとすごいお知らせがある。東京エリアに住んでたら彼のコーチングは無料で受けれます。だから本当に仕事がないっていう人たち、はい、うずうずに行こう。ね、ぜひお越しください。うん。で、本当に無料でコーチング受けてるから、もう本当に結構の人が通るんだよ、はい、彼のコーチングを受けると。で、本当にもう、始めてから4000人ぐらい通してるから、はい、もう、日本のトップのトップのトップよ。で、あとね、これ知ってた？さっきのプラン。あ、そうですね。月2000円とか3000円で東京で泊まって、上京して、そうですね、面接受かると。結構その遠方で就職活動、遠方に住んでて東京で働く人のサポートとかもしてるんですけど、意外と東京に来るのってお金かからなくて、交通費以外だと大体1日安いところだと 2,3000 円とかで泊まれて、大体就職活動に集中すれば早い人だと2週間ぐらいで内定取れますし、平均だと1ヶ月ぐらいで内定取って、一つの方、第二新卒の方、フリーターの方、就職していくので、大体5万円から7、8万円ぐらいあれば東京で就職して内定取って帰ることができるので、うんうん、意外とそこまでお金はかからずに、ね、第二新卒の人たちはメンタル強く しないとな。すごいそのハンディキャップだって思う人がいっぱいいるんだけど、それは間違いなんだよ。でそれが間違いだっていうことを知らないといけない。だから彼みたいな人と話してね、この本リンクアマゾンで売ってるよね。アマゾンで売ってます、うん、これやるから。で彼の YouTube 番組とか今後頑張って彼も 活躍してるから、はい、ぜひね、お互い応援サポートして、で困ってる人がいたら手伝ってやって、で怖い人がいたらね、その人は本当は愛の光なんだよ、愛の塊なんだよ、うん。
で、わざとやってないんだよ。で、それだけ許してあげて、それが見えるようになって、そうすると人は怖くなくなるんだよ。で、そうすると自然に人間関係が全員と良くなってくるの。奇跡のように。その愛を持って忘れないで、で、第二新卒活動っていうの。第二新卒の人の就職活動みたいな感じ。を頑張っていこう。はい。Alright, thank you so much everybody. Thanks for checking out. Make sure you check out his YouTube. ありがとう。ありがとうございます。Thank you.